こんにちは。弊社のチャンネルへようこそ。ここでは最新のニュースと印象に関するコメントやフィードバックを共有するために集まります。この会話の一部となるためには購読をお忘れなく。では始めましょう。午後4時10分ごろ、石川県能登地方で震度7の強い地震が発生。震源地は道県能登地方で、震源の深さは浅い。マグニチュード M は 7.6 と推定。地域には大津波警報が出された。32歳の YouTuber ヘズマリュウはこの日 X 旧 Twitter を更新、石川に物資を届けに行くことを報告。地震被害者への支援を呼びかけ、トイレットペーパーやミネラルウォーターを携えた写真を添付。コメントには、ヘズマさん絶対死なないでくださいねとの声に対し、ありがとう、俺は何が起きても大丈夫、一人でも多くの人を救いたいと返答。いや動くな、本当に、後で君は動画ネタに使うだけだから。見えすいた善意でも君の場合は本当に立ちの悪い善意にしか感じないからやめてくれ。今までの君の行いを知ってのことだから間違いないと思う。動かないでほしい。もっときちんとした人たちが動くから頼む。やり方によっては善意が善意でなくなることもある。現地がどんな状態なのか、交通網がどうなっているのか、これからも起こる地震の規模によって状況がどうなるのかもわからない状態で、個人的に行くことがどれだけ危険で迷惑がかかることなのかわからないのでしょうか。物資を届けたいのであれば、今は物資を集めることだけをした方が良いと思う。まずは被災状況を確認し、必要なところへ必要な物資を届けることが大切。勢いに乗ってトラックで現場に駆けつけるのは、緊急車両や被災活動をしている人たちの迷惑になることもある。この人のこと嫌いだけど、考えていることは素直に受け入れたい。だけどコントラックで現場に駆けつけるのではなく、状況がもう少し明白になって、どこに何か必要なのかを確認して、最後にどのように届けることが一番なのかを考えてからの行動をしてもらいたい。もしかしたら単なる冷やかしかもしれないけど、本当に冷やかしならば絶対に許せないし、余計なことするなと言いたい。そうでないことを信じて冷静な対応をしてもらいたいと訴えたい。福井にいました。震源地から隣県で離れていましたが、長時間すごい揺れでした。石川能登はこの揺れよりも激しい揺れだということ。想像を絶する揺れです。ヘズマさん、現地は自衛隊の方々が自治体の要請に待機しています。目立とうとされる思いで行動されるのだけは絶対にやめてください。お願いします。江頭に53はニュースなどを見て、あまりの惨状に心が傷つけいていても立ってもいられなくなって、公表などせず、周囲の人間にも一部にしか知らせず、消費者金融で自らお金を集めていったんでしたっけ。なので後日バレてから評価されたんだと思う。被災地へ個人で行く方や報道メディアの方もそうだが、自分ができることの中で今は何が最善なのか、本当に被災者の方々への善意の行動なのか、もう一度冷静に自分に聞いてから行動していただきたい。まだ実情がわからないのに関係者以外が被災地に立ち入ることは絶対やめてほしい。今は被災者の避難や救急車両の通行が優先。どの道路が通行できるかさえわからない。それに今回の地震が本震とは言えない状況。基金を立ち上げるならともかく、現地に行くのはやじ馬でしかない。無許可で撮影したり混乱状態の人に話を聞くのはやめてほしい。現場の状況を伝えるのはプロの報道の仕事。力になりたいのなら後で正式に寄付なりボランティアなりすればよいし、その時にちゃんと許可を取ってコンテンツにすればよいと思う。トラックで行ったところで道路がまともに走れる状況とは限らないし、被災地が必要としている物資でなければ邪魔にしかならない。被災当初は飲料水やテント、断熱性能の高い物資が必要。でもその後は刻一刻と被災地が求める物資は変わってくるのだから、自らトラックで被災地へ行くようなことは控えた方が良い。行くならその身一つで行くべき。まず能登へ行く道路がどんな状況なのか理解してるんでしょうか。気持ちは大変ありがたいですが、何の知識もない一般人が勝手に行動し、逆に迷惑かけるだけかもしれません。私は石川に住まいしています。道路は大丈夫なところもありますが、亀裂が入ったり隆起して段差ができているところもあります。土地勘や知識情報がない人が動くと立ち往生するだけだと思います。もし支援いただけるのであれば、今自衛隊の方々が現地に向かわれるということなので、そ
その方たちに委ねてください。もしくは県の方に物資を預けてください。そうすれば間違いなく必要なものが必要な人に届きます。勝手な行動だけは慎んでください。本当に現地に行くのは危険です。動画のネタに使われるのであればもってのほかです。やめてください。どれだけ被災された方々が大変な思いをしてるか考えれば最善策が見えてくると思います。この人のことはあまり好きではないんだけど、あくまで一般論として、被災地の支援には様々なニーズがあり、刻一刻と変わります。またボランティアといいますか、そこで活動する人たちは現地の人に迷惑をかける、食料をボランティアが求めたり分けてもらう、現地の人に配られるものを自分たちも求めることは避け、泊まるところも含め自分の身は全て自分で守る、自己完結で活動できるスキルが求められます。被災者ではなく救助を目的としていくのに、救助される側になってはいけない。この方の場合、分けてもらい始める、分けてもらえなければ文句を言うだろう姿がたやすく想像できますが、それだけの装備を行く人は必要です。まず状態を整える自衛隊の方々が先行していき、その上で始まることかと思います。東日本大震災を経験しています。お気持ちはありがたいですが、皆さんも言っている通り、状況的にトラックが入ってパンクすることもあるかもしれません。道路もぐちゃぐちゃで走れない可能性があります。今は他県の方より現地に行き確認したい緊急な人たちがたくさんいると思います。なのでお気持ちは嬉しいとは思いますが、まだ動くのは止めた方が良いです。被災者は今は暖を取って、どんどんと暗くもなり、これからの不安を鎮めたい方が先でしょう。離れたところにいる人は物資よりヘリが欲しいでしょう。今は動けない人たちは被害がとにかく最小限になるように祈るしかないです。行動そのものは素晴らしいことだと思いますが、あえて表明する必要はないのではないでしょうか。ある意味パフォーマンスでしょうって感じに思えてしまってなりません。東日本大震災の時の吉川浩司さんのように、非公開のまま現地で黙々と支援活動を行った方がよろしいのではないでしょうか。もし動画配信者側が感動ポルノを撮影するっていう下心を持った上で被災地に行くんだったら、やめた方がいい。被災して感情がぐちゃぐちゃになっている人とかもいるから、そういう人の様子を動画にしたりすることで後で大事になったりすることだってある。被災地を刺激しないようにわざわざ表明しなくてもできる裏方の支援っていうのもあっていいんじゃないかな。こういう時、特に震災直後は道路の状態もひどい可能性もあり、一般車両は通行止めになっているだろう。勝手にボランティアに行ったところで何もできないだけでなく邪魔になるので、むやみに現地に行くことはやめた方が良い。しばらくして落ち着いた頃、自治体の指示に従って支援をした方がスムースにことが運ぶ。どうしても行きたいなら金沢あたりまででトラックを止めて、あとはリヤカーで歩いて運びましょう。各地で道路の寸断が起きてますから、使用での車は渋滞のもとだし、リヤカーの幅なら道路脇を通れるからって、物資は現地の災害対策本部に持って行ってね。計画を立てて上に当たっているから、今はやり方を変えているだろうけど、以前研修を受けた時、100人が避難しているところに90個の弁当が届けられたら、避難所運営者は弁当を全部捨てるってくらいの気持ちで運営してくださいって言われた。数が足りないことで出てくる不平不満を呼び起こさないようにらしい。短慮で動くと静岡の再現になりますよ。少しでも助けたい気持ちは理解できるが、個人レベルで車両に物資を積んで現地に赴くのはド素人の最悪の行動。トラックで道路を利用し、貴重な現地のガソリンを給油し、食料も消費し、トイレも利用し、どこに運んでいいのかもわからず混乱している役所に問い合わせ、貴重な時間を無駄遣いさせる。まさに善意の押し売り。今は現地の方々が被害状況を把握することに全力で活動しているので、素人は支援を呼びかけられるまで待ちましょう。